こんにちは、ハリーです。今回はノウハウを追い求めていくと思考停止になるというお話をしたいと思います。まずノウハウを求めている人というのは何を求めているかというと、例えばツイッターならツイッター、マネタイズならマネタイズの正解を求めているだと思うんですよね。マネタイズしたいと思ってる時に、マネタイズの方法なんて人十人十色というか、やり方ってめちゃくちゃいっぱいあって、その人に合ったやり方というよりも、本質みたいなものがあると思うんですけど、ノウハウを求めてる人たちというのは、そのマネタイズというだったら、そもそもマネタイズとはという本質を考える前に、こういうやり方がなら成功するという一つのモデルを求めている人たちで、そのモデルの通りにやれば誰でもマネタイズが成功する、自分の目的を達成できると思っているところがあるような気がしていて、でも誰かの成功事例というのを完璧にトレースした場合、確かに、成功する確率というのは高まるかもしれないんですけども、それでその自分が得たノウハウを実践してみて、成功しなかった場合、うまくいかなかった場合は、そのノウハウのせいにしてきてしまう。つまり、自分の努力が足りなかったり、自分がそもそも考えが足らなかったというところに思い至らずに、その自分が得たノウハウが悪かった、またはそのノウハウが自分に合わなかったという言い訳ができてしまう。でもここで、じゃあ次にそのノウハウを求めている人たちが何をするかというと、一度自分で考えてみて、自分なりに答えを出そうではなく、自分に合った、むしろ自分の正解のノウハウをさらに他に追い求めていくというやり方をしていって、でもこれで果たして、もし仮に次のノウハウが自分に合っているというか、そのノウハウで成功した場合に、やっぱり自分に合うノウハウがあるんだっていうふうに考えてしまうかもしれないんですけど、それって結構偶然の可能性もすごく高い。ノウハウをゲームの攻略本のように考えて、例えば、その攻略ゲームだったらね、攻略本の通りにやればうまくいく可能性ってすごく高いのは、ゲームっていうのはストーリーが決まっていて、正解が決まっているもの、だから攻略本というのが、成り立つんですけど、この世の中って正解、たった一つの正解、なくて、自分が必死に考えて試行錯誤を繰り返して、ベスト、ベターなんじゃないか、今の状況の中だったらこれが一番いいよねっていうものを見つけて、それを行動していくというのが、ある種この世の中の攻略になった時に、簡単に手に入るノウハウがをただやっただけで成功するかと言われると、その成功、そもそもとしてその成功とは何かっていう、何をもって成功になるのか、少しでも結果が出れば成功なのか、自分の最初に決めた目標が高ければ高くほど人のノウハウではたどり着けない。子供がサッカーをやっていて、サッカーが上手くなりたいって言った時に、じゃあサッカーが上手くなるノウハウがあるかもしれないから探そうというよりも、
まず基本、基礎的なこと、基本的なことを淡々と練習を繰り返して基礎力を上げる。それからサッカーとは何かというサッカーそのものについて考えて、サッカー IQ を高めるっていうことの方が、よりサッカーが上手くなるように、大人になろうが、それがサッカーとかスポーツとかではなくて、マネタイズとかビジネスというフィールドであっても、それは変わらないはずで、やはり基礎的なことを淡々と反復練習をして、自分なりにその目的のものというか、まあ、ビジネスマネタイズの、ことを四六時中考えて夢中になってやり続ける、やりきる、アイデアが浮かぶまで考え続けるというのが本来であるはずで、ノウハウを求める人っていうのは、その考える時間であるとか基礎を磨く部分が、の時間を突っ飛ばして成功したいっていう、なんか近道理論みたいな、近道があるんじゃないかって言って、その近道のルートを必死で探している人たち、まあそんなものがあるんなら世の中誰でも成功するし、そもそもノウハウって誰かのノウハウなので、必ず二番煎じになる。しかも、自分が手に入ったってことは他の人たちも手に入る可能性が高いというか、まあ手に入るので、ライバルがそもそもとしてスタート時点から多いっていうふうに、考えると、果たしてそのノウハウを、自分が得たノウハウを不特定多数の人たちも手にしているって考えたら、それってもはやそのフィールドってレッドオーシャンになってるはずで、まあ、ね、世の中の 99% の人はノウハウを手にしても行動しないとも言われているので、まあもしかしたらそのノウハウを手にして、そのノウハウ通りに完全にそのノウハウを出してる人の思考をトレースして、やりきれば成功するかもしれないんですけど、その時に多分すごく考えて、自分なりにどうしたらこのノウハウを活かせるかっていうのを必死で考えて行動している、するからこそ成功する。つまり、ノウハウ、正解のノウハウがあるのではなくて、ノウハウを手にしたことで努力して考えたから成功するわけで、じゃあその時に、大切なのは正解のノウハウなのか、それともその手にした後の努力なのかって考えた時に、やっぱ後者の努力の方がやっぱ大切なので、何かのノウハウをもし、まあ、本当にやり方が分かんなくてノウハウを手にしたいで、ノウハウを手にしたなら、もうもはやあとは自分の実力次第で、自分の実力を上げていくっていう作業をするしかないわけで、ノウハウを常に追い求め続けるっていう人は、その努力をすることがない、努力を していないっていう、ある種の思考停止の状態になってしまっているっていうことですね。だからすごくこう、今だと有料ノートとか、あのブレインとかで、人のノウハウって簡単に手に入る。そのノウハウが、もう上質なノウハウとか、まああるかもしれないんですけど、すごく頭でっかちな状況が生み出されやすい環境ではあるので、例えば自分の子供に何か教えるときに、どういうやり方をするのか、っていうことを考えるといいのではないかなと思います。こう、大人になると不思議と自分は基礎ができているように思う。なんか正解さえ手にしてしまえば自分はやれるんだっていう不思議な勘違いが
をしている人たちが多いような気がしているので、まずノウハウを手に入れる前に自分なりにやれる努力はやりましょうと。それからノウハウを手にしたんだったら、そのノウハウを生かすための方法を必死に考えましょうと。その考える作業は自分にしかできないことなので、そこを怠ってノウハウばかりを追い求めるのではなくて、自分なりに考えて思考停止状態っていうのがやっぱ一番ね、何にもならないので、まず考えるっていうことから始めるのがいいのではないかなと思います。結局成功にへの近道なんてないわけで、ローマは一日にしてならずっていうもうことわざがあるのでならないんですよ。一日でローマは作れないので、皆さん地道な努力をし続けましょうというお話でした。今日も良い一日をお過ごしください。